はカナのダーリンだもん。カナのことスイートハニーって言ってくれていいんだよ。呆れてるでしょ。冗談だもん。カッさんに言ってくれたの？嬉しいな。じゃあトシさんに今度会った時はちゃんと挨拶しなくちゃだね。ダメだよ、ちゃんと。ふつつか者ですがよろしくお願いしますって言うんだもん。お母さんにちゃんと言ったからね。どうしたの？恥ずかしがらなくてもお母さんはいつも通りだったよ。喜んでくれたけど全然びっくりしてくれなかったもん。そうなって当たり前みたいに言われちゃった。っていうか聞いてよ、ひでくん。お母さんとお父さん今日から旅行に行っちゃうんだよ。カナの誕生日の翌日に旅行なんてひどいよ。そうだけどずるいよ、2人だけで楽しんじゃって。夫婦水いらず温泉旅館でイチャイチャするみたいだよ。だってカナもヒデ君と行きたかったもん。ヒデ君今日の放課後デートは思いっきり楽しもうね。絶対だからね。贅沢に行きたいよね。初デート。いい響きだなーって。付き合ってからは確かに初デートだもんね。ひひでくんいいこと言うね。今はイタリアンの気分かな。あそこのマスターと仲いいよね。あ、食後にジェラートも食べようかな。本当にやった外で食べるの好きだよ。いらっしゃい。今日は彼女さんを連れてきてくれたのかい？ひでくんの彼女です。そうかい。明智くんにお似合いの可愛い彼女さんだ。なんだ、照れてるのかい？かしこまりました。明智くんもかわいいね。ひでくん、ひでくん。今まではね、彼女かって聞かれてずーっと否定してきたけど、その必要はないんだなーって。なんでもないよ。デザート楽しみだな。もちろんパスタもお肉も全部楽しみだよ。カルボナーラだよ。ひでくんのアサリのやつもいいなーって思ったんだけど、でもチーズも好きだから。はい、まずは前菜ね。おいしくないよ。冗談だよ。ただ僕が野菜嫌いなだけだから。マスターったらお茶目さん。本当に可愛い彼女さんだ。じゃあもうちょっとしたらパスタも持ってくるからね。はメだよ。そうなったらカナが背負って帰らないといけなくなるんだから。当たり前だよ。カナがヒデ君におんぶしてもらいたいくらいだもん。今カナのこと重たいって思ったでしょ。カナそんなに重くないもん。じゃあどういう意味なの？エッチなこと考えたんでしょ。あ、やっぱり正解なんだ。もう、だってヒデ君ちょっと赤くなってるもん。ヒデ君ごまかそうとしてるでしょ。ヒデ君、さっきの話まだ終わってないよ。だって焦ってるヒデ君面白いんだもん。いっつもカナに意地悪言うからお返しだよ。ダメ。今日はこのままヒデ君のお家に泊まっちゃおうかな。また焦ってる。でもヒデ君のお家に泊まりたいのは本当だよ。だって今日はお父さんもお母さんも帰ってこないんだもん。こんなチャンスめったにないよ。カナはいいよ。れても。あれ？あ、危ないよ、あんなところで。お母さんとはぐれちゃったのかな。危ないところだったよ。ヒデ君、どうしたの？大丈夫？なんでもなくないよ。顔、真っ青だよ。そんなことできないよ。救急車呼ぶ？じゃあカナも一緒に。カナが肩を貸してあげるから。ヒデくん、本当に一人で帰れる？分かったよ。気をつけてね。